はい、時刻は午後2時になりました。未来効果ステーション始まりまーす。はい、始まりました。未来効果ステーションは私は MC マキです。シオンです。白です。青です。奈々です。はい、今回はこの4人でお送りしたいと思います。え、5人だろ。5人だよ。5人だろ。え、5人だよ。俺話振るからそっちで勝手進めてて。おいおいおい、ひでえひでえひでえ。ダメなのね。ダメ。カウントしましょう。はい、じゃあ5人でお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで早速 FM 講座のメールアドレスから行こうかな。行こうかな。はい、誰か読もう。見えるかな。はい、じゃあ読みたいと思います。はい、お願いします。はい、メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。どんどん送ってください。はい、ね、お願いします。多分大体何でも話せるんじゃないかな。おそらくね。ね、ね、ちょっと迎えに行ってまいります。あら、はい、一体誰が今日はゲストさんがいるということで。あら、迎えに行ってまいります。はい、楽しいラジオになるかと思われます。そしてね、思ったんだよね、はい、私ね、ヘッドフォンないのよ。え、あ、使う。いやいや、なんかさ、あの白と青とシオンさん、はい、シオンがいて、みんなでヘッドホンをカチャって装着してみんなでカウントダウンしてんだけど、あれあれ自分だけないと。大丈夫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 。今日来る子に、ゲストさんに、そうだね、ゲストさんに、のゲストさんが優先だから ね、うん、ね、そうそう、はい、はい、まあそんなこんなで今週も未来効果ステーション始まりましたが、はい、どっこら。あれ、なんか一人、おっちゃんが混じってるよ。おっちゃんが混じってきたぞ。ダメだ。ここでしおんさんが今日招待してくれたゲストさんの紹介をしていきたいと思います。はい、マイクはこれでいいのかな。入ってるかな。入ってる。はい、ちょっと待ってね。はい、どうぞ。はい、では自己紹介から。自己紹介からお願いします。無理やり紹介させようとする。でもじゃあ、軽く自己紹介でもお願いしてもいいですか。はい、はい、こんにちは、かなたです。かなたさんですか。かなたさん、はい、今日はじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今週も始まりましたが、ネタはあるんですか。ネタですか。ネタですか。あの、普通にこれネタやろうと思ったら大変なことになるよ。え、大変なことする。え、どう、ウェブをどうします。おめえぶっ壊れちゃあかんよ。おめえがぶっ壊れちゃあかんよ。マキちゃん壊んないで。壊んない、多分壊れない、壊れない。壊れる保証がない人がいないんだから。壊れる、壊れるかな。あら、どっち、はい、壊れないようにちょっと頑張る。頑張ってください。壊れるか、一曲。というわけで、じゃあ今週の〇〇。はい、今週の〇〇。はい、まず月曜日です。月曜日はちょうど私たち未来効果生は冬休みでした。多分、え、冬休み、違う違う、成人で休みだよ、みんな。あ、そうだったね、ごめんごめん。あのね、休みの感覚がね、分かんなくなってきてるんだよ。わーお。大丈夫、先週普通にあったよ。あったよね、うん、ありましたよ。あったっけ。部活でも見ましたよ。あ、見てないや。あれ、部活で見たっけな。見てないよ。まあいいや。まあね、俺基本記憶力悪くなってきてるから。あら、あのゴロゴロ過ごしすぎで。あの時間感覚も分かんなくなってきてるから。いつものこと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 なんだ。あるあるはね。あるあるだね。まあまあ、休みだったと、休みだったということだよね。で、はい、はい、火曜日から金曜日にかけて普通授業でした。はい。意外に辛かった。辛かったね。意外に辛かったよ。あの、朝のショートホームルームが始まった時にすでに帰り大病が発症し、わお、終わるまでには帰りたいと連呼し始める。俺がいつもの俺だ。わお。そう、六甲寺始まる前にお腹すいたを連呼しまくる私よりも不思議だと思うけど。え、大丈夫。大丈夫ですか。お腹すいた言うてるの。あの、お腹すいた言うてんだよ。あの、お昼たくさん食べてもお腹すいた言うやつに何ちゅうこと言うの。お前運動してるからまだ。
君は動いてるからね。あのね昨日が一番大変だった。なんでですか。あの購買のタコライス食って、はい、購買で買ったクッキー食って、はい、友達からもらったうまい棒7本食って足りなかった、はい、ダメだあのご飯も食べようか。ごめん7本じゃない、ごめん7本じゃない、8本プラスカツサンド、なんか足りなかった、パサパサしてそうな、足りないのか。はい、続きまして木曜日には、はい、我々未来工科生の2年生は、シリカ2年はバレエのポスターを作れと課題が出されました。1年にも言われましたけど未だにやっていない。わーお、わー、いやまだ先生から言われただけであってみんな何もやってないんですよ。授業でやるって言われたんで。俺らは授業でもすでに言われた時点でやらされたからね。わあ、やらされましたね。わあ、写真をする、写真を使うのかイラストで描くのかをまず決めさせられたから。そうなんですか。へ、うんうん、ちなみに写真、ドアが入っても、もう俺写真でやるよ。みんな写真。私イラスト。イラストに仲間使うよ。自信ないかな。じゃなかった。あ、白がそっと手伝う。すごい心境が普通に読めたね。え、叩くのやめといた方がいいよ。一応これツイキャスで放送されてるからね。痛い。瞑想し始めましたよ。みんなテンションがおかしい。あ、すごいごっちゃごちゃしてきたな。でもあの未来効果ステーションはいつもだいたいこんな感じです。でグダ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 進んでいきます。あの後半になってくるにつれグダり始めてくるからね。ネタがない、どう話進めようから始まるから。さあどうしようかっていう。最終的にはお腹すいたで始まっちゃうからね。それはない。お腹すいたで始まる。もうすでにお腹空いてるんですか。同じか。同じ。イエーイ。なんだろう。なんだろう。なんだろうこの二人。はい、これが未来効果クオリティでーす。です。オッケー。はい、はい、というわけで、まず今回何を話しましょう。ね、何を話しましょう。何を話すんですか。とりあえずね、言ってみると今週のこの前半戦があともうちょいで終わるのね。ですね。3分ぐらい。だからこのね、もうちょい終わる間に何を話そうかっての決めとかない？何を話そうか。まず何を話そうか。何を話そうか。うん、勝手に決めて。決めて。ひどい。待って、パーソナリティさん、あなた司会者よね。お兄さん、私司会者ですよね。俺振るだけだもん。ひどいわ。振れよ。ひどいわ。司会者って大体そんなもんじゃない？振るだけでしょ。話振ってるじゃん。ちょい。ちょい、みんな考えてよ。人任せになってるよ。じゃあ今日のゲストさんに、じゃあキラキラ見ます。キラキラキラ中華戦の半分でも埋まればいいんで。戸惑ってるじゃねえか。戸惑ってるじゃねえか。いやー、自分本当にゲストなんで未来効果じゃないんで。大丈夫、未来効果生が出てればいいって言ってたよ。そうだね、そうだね、出てればいいから、一人でも一人でも出てればいいから、なんとかなるっていう。そうなんですか。その人以外は全員ゲストになっちゃうけどね。まあ別にそれでいいって言われてたからね、去年から。そうだね。そうなんだ。意外に自由ですね。自由だよ。あの他のどの番組より自由だという自負がある。自負してる。だって未来効果で固まると大変なことになるからね。ああ。自らの趣味のことでね、1時間2時間普通に喋れるもんね。ね、一人が。一人が。アニメの話とかゲームの話でみんなバッてなって1時間くらい。一人で1時間お話。気づいたら日が落ちてる。日が落ちてる。早すぎません。日が落ちるならまだいいよ。はい、あの夜が明けたから。すごい。あの LINE で暇だからってあの土曜くらいに。あの、はい、ちょっと話してたんだよ、友人と。はいはい、いつの間にか午前6時だったからね。はい、あれですか、朝登って昼落ちるまでみたいな。昼じゃねえ。日が落ちるまでみたいな。昼またいいじゃねえかよ。またいいじゃねえかよ。何すか、まだいいじゃねえかよ。何ですか、俺の場合、次の日の日が落ちたぞ。ああ、ダメだ。ダメだ。赤いやつ。赤いやつ。次の日の日が落ちたからな。いや、でも次の日はどうかする。大変だ。何この間に一睡もしなかったのあなた。しなかった。しなかった。あれだね、深夜テンションが一日続いたんだね。深夜テンションがね、丸一日以上続いた。嫌だ。俺でもね、あの日が落ちるとあの深夜テンションになり始め、日が昇るとそれがだんだん冷めてくるっていうサイクル続けた。なんか全然深夜テンションのイメージが出てこない。俺寝てても深夜テンション続く時あるのに。寝てても、寝てても、おかしいな。疲れないんですか。疲れない。うわ、あの深夜テンションで寝たら
いつもはね、すってなんもないんだけど、すってなんもな、なんも起きずに起きるんだけどね。うん、ね、深夜テンションが、寝てる時も発動したらね、夢の中でもはっちゃけてる。つまり、夢でも、深夜テンション。夢でも深夜テンション。頭の中でパーティーしてる。というわけでですね、ちょっとあのこんがらがってきたんで、中間線にまでね、これあの戻しちゃ大変なことある。ですね。行きましょう。行きましょう。チーム行きましょう。じゃあちょっと話まとめましょうね。チャンネルそのまま見といてください。はい。お願いします。チャンネルはこのまま。お願いします。CM行こう。どう。このテンションが1時間続きます。そうです。という感じです。大丈夫ですか？ほぼから元気ですからね。から元気。一番元気なの、これ。青さん一番元気だよ。そうでもない。そうでもない。いきなりちょっと入ってもらって。あの、ゲストとして呼ぶって聞いた？いや、もうさっき1時間前ぐらいに来ました。1時間前。びっくりして。ちょっと、あの、何の説明もなく入って話し切ったから、ちょっと。一応説明を中間線で説明ちゃんと言ったの。あら、やっぱり俺に話せないのかな。大丈夫、大丈夫、もう取れたよ話。急に来て、今から未来ステージやるから来て。はって。それは困る。本当に困る。唐突だね。じゃあ中間線の頭にみんなで説明しようか。説明しよう。誰がなんて呼ばれてるのかとか。そうだね、そうだね。中間線、中盤戦で何を話すかも決めないと。うん、中盤戦の頭でも、うん、めんどくさい、デバゲの話しもう、ゲストだけど、もうあくまで一般視聴者みたいな皆さんな感じで、しようか。とりあえず来てって言って来ただけ。来ただけ。来ただけ。キラ。なるほど、ラジオの生放送だから。そうね。焦ったからな。まあ、焦ったからな、まず。説明は必要だよ、しおんちゃん。はい。まあ、いつものことよね、あなた。会話がぶっ飛ぶのって。あなた、天然？ごめん、天然じゃないもん。天然じゃないもん。天然じゃないもん。はい、あと19秒です。ちょっと。今の会話で俺はおかしなことを聞いてしまう。俺の耳が悪いのかな。どうした？会話がぶっ飛んだって聞こえた。会話が会話会話はい、カウント入ります。5、4、3、2、1。はい、始まりました。メイボカセジョン、わーい、ジェバカです。はい、ちょっとうるさい青さんも置いといて、はい、やっと本編入れるよ。うん、ごめんね、から元気だよ。でね、CM 中にね、はいはい、ふと気づいたよ。はいはい、ゲストさんに何の説明もしてないよ、この番組。そうだよ。俺てっきりね、シモンさんが呼んできたから、シモンさんがね、説明していると思ったんだよ、俺は。いや、それはすいません。すいません。というわけで、それぞれのちょこっとしたプロフィール、たまともね、ちょっとずつ自己紹介していきましょうか。はい、じゃあ私からいきましょう。めんどくさいんで。はい。司会進行役、マキです。ね、気軽にマキちゃんと呼んでください。お願いします。趣味はゲームしたり、アニメ見たり、歌歌ってたり、ゴロゴロしてたり。とりあえずニート生活。とりあえずニート生活。ニート最高。ニート最高だよ。で、未来公開ステーションでは、シオンって呼ばれてて、で、趣味は、なんだろう、歌ってたり、寝てたり、あとは適当に料理作ってたりしたり、ラジマンダリー。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 さっと言ったね、ラジマンダリー。さっと言ったよ。ラジマンダリー。いや、言わんね。です。好きな食べ物から揚げです。ですよね。ですよね。ですよ。です、パス。脂っこい。ひどい。ひどい。さっさとやるよ。やろうよ。まあ、シロです。ね、休日とかやってるの、歌とか、もうほとんどこの人と過ごしてるから。あれ、そうだっけ？そうだよ。クルタンビいるからね。クルタンビいるこの人と一緒にニート生活してるから。なぜかうちの住人になり果ててる不思議である。という感じです。はい。はい。次、
何のあれもなくパスされた。基本これが俺ら CD 化クオリティやろ。クオリティで。脈絡もなく入ってパスする。で終わりと終わりの何もなくパスされたら困るんだから。借金。あのこれに関してはね、空気を読めとしか言いようがない。察せ。察せ。あ、あのね、私の頭脳で察せると思うか。いや全然。さあ、その方も含めて自己紹介を。そうだね。はい。青です。はい。はい。青です。はい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 。あれあれですね。あれニートだ。みんな同じ気がするんだけど、気のせいかな。趣味は自宅警備員、怠けないでしょう。趣味は寝てる寝てる寝てるだよ。全部寝てますね。全部寝てるわ。何もない、何もないとか、暇な時は確実に寝てる。寝てる。あら。遊戯王は寝てる。遊戯王寝てたらできない。遊戯王どこでやるんだ。え、頭の中。あらーすやーすやーカードゲームしながら寝れるってすごいな。あぐらかきながらカードゲームできるぐらいだもん。当たり前だよ。できるよ。できますよ。みんなあぐらはできるけどさ、うん、それを寝ながらやれるよ。一応違うよ、眠りに落ちながらやるんだよ。すごいね。うわーすごい。お前俺、お前俺人にデッキ渡して洗い物しながらデュエルしたことあるかな。すごいすごい。人にデッキ渡して洗い物しながらデュエルしたことあるかな。第三者。第三者。操作するっていう。うん。俺が言葉発して第三者が操作するっていう、まあ。はい、いいでしょう。はい、はい、遊戯王はいいでしょう。遊戯王はすっ飛ばして。はい、次はラノさん。あ、はい。じゃあ、私ラノです。考えた。考えはねえの。ね、あのここにいるメンバーもそうなんだけど、まあ未来工科っていう高校の CD 科っていうちっちゃい学科の生徒です。だんだん小さくなってた。声のトーンが。ちっちゃくて。趣味寝ること、寝たい。みんな寝てますね。みんな寝てる。すごい。眠いし、まあ絵も描きたいし小説も描きたいし寝たい。基本的にみんなニート生活なんだね。ニート生活だよ。僕はまだニートではない。なりかけだ。なりかけだ。なりかけ。なりかけよ。お前キッチンの前で料理してる時点でニートだろ。唐揚げでしょ。唐揚げ。お前唐揚げ作ってんだろずっと。わお。だ大丈夫ですもん。外で時々暴れてますもん。あ、買い物という名の。暴れてね。あの具材の買い物という名の。違います。違います。ちゃんと散歩してます。違う人。ハト捕まえに行ってんでしょ。ハト。唐揚げするでしょ。ハト。ハト。捕まえに行くんでしょ。そこはカラスだろ。なんでカラス？なんでスズメだよ。スズメ。スズメは。ちっちゃいでしょ。でも串焼き売ってるよ。うん。串焼き？だけど。ちっちゃいでしょ。ゲテ物屋ですか。何言ってんだよ。カエルだろ。カエル。本土の方でちゃんと売ってるの。そうなんですか。スズメの丸焼きの串焼きみたいな。何言ってんの。ひよこだろ。ひよこじゃないよ。ひよこ。ひよこっぽいだろ。かわいそうだ。何言ってんだよ。カエルだろ。カエル好きですね。確かに買えるようなあるけど。ありますけど、一回だけ買えたけど。来たことねえけどあるぞ。一回食べたけど、買える。沖縄にもいるよね、牛がいる。あるよ。牛がいる。鳥みたいな味がするんですけど。ものすごく田舎の場所にいるよ。鳥みたいな味かな、あれ。田舎じゃなくてもいい。カエルはそらそうだね。おたまじゃくし。うん、卵が面白い。おたまじゃくしの卵って何？カエルの卵ならまだしも。あのぬるぬるの粘液でできあの体。いや違う。カエルの卵はわかるけど、おたまじゃくしが卵産むの？産まないよ。おたまじゃくしの腹のところにくっついてるあれだろ。え、なんすか？ああれは栄養だね。うん。あれは栄養だよ。俗に言う卵だろ。え、何よ。まあ。ほら。おたまじゃくしじゃないですか、こんなって。うん。どこについてる？え、なんかこんな感じじゃん。ひょうたん。ひょうたん。ひょうたんなの。ひょうたんかな。ひょうたんかな。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 いや、たぶんひょうたんではないでしょうか。ないかな。じゃないかな。はい、という
感じで、まあですね。ね、これが覚えきれてないだろうけど、覚えなくてもまあ困りはしないね。困りはしないよ。これが未来国家クオリティだね。クオリティだ。どうだ。あの CD 化クオリティ。CD 化クオリティだ。はい、というわけでマキちゃん、この未来国家ステーションとやらの番組の趣旨を説明してもらいたい。高校生の高校生による高校生のためのラジオ番組じゃないですか。ありがとうございます。なんか SNS さんみたいな。まあそれだけだね、グダグダしてるだけの番組だね。なんかそれだけだよね、基本。基本はそれ。たまに何かを見つけて食べるけど、だんだん話が脱線していく。食べってんだよ。あ、食べる。食べたら食べるよ、食べるよ。あのお隣のシロさんみたいにあの自爆テロを起こすから、ね。ね、そして自分で、ね、そして俺らがディスるんだろ。そう、自分で自分の飯テロして、あら、チュドーンするね。チュドーンして自ら飯テロ公開し始め、自ら自爆していく。あら、お腹空いたから始まったからね、この子。そして残機ゼロになって退場だろ。ね、残機ゼロになってあなたの家行ってご飯食べに。っていうこの鬼畜なやつな。まあ、いいご飯食べにマキちゃん、あの基本俺ん家に来ると、あの親から飯食っていくかっていう住人になりかけてる。特にこいつ本当だ。長く入り浸ってると飯食うかって普通に呼ばれるから。あら、ね、わお、イビリス、イビリタってるな。うん、イビ、言いにくい。マキちゃんの家っていろんな人が入り浸ってくるよね。ああ、私も時々初めて上がった時びっくりしたよ。人がいっぱいいるんだもん。いっぱいいますよね。あのゲームしにいるのか。俺の部屋に大体来るやつは俺の部屋の、あの居心地の良さで、あの侵食されてるから。あのね、部屋の主いなくても大体何でもできるから、あの部屋。確かに何でもできるね。まあ、ね、何でも。普通に部屋の主がベッドで寝るかって言ってるようなもんだよ。他人に。ですね。そうそうってやって、布団でミノムシ状態になってスカーやってたね。やってたね。あるいは猫さんに戯れて。はい、ね。わー、うちはね、にゃんこ先生、にゃんこ先生、猫にパンチされたのは痛かった。かわいそう。まだいい、まだいい。あの、猫に太ももに抱きつかれて、あの長い爪かっこ鋭いっていうやつでね、ブチって言ったからね。いやー、いやー、やめろ。コメント来てるます。股間に爪立てられるよりはまだいいんじゃないかな。ツイキャスからコメントが来ております。はい、中野町の和樹さんからです。はい。はい、ありがとうございます。高校生の高校生によるはいろんないけど、高校生のためになるかわからないのがミラステクオリ。よくわかっていらっしゃる。よくわかる。よくわかってますね。とりあえず高校生はこんなノリだよっていう、ただそれだけだからね。未来効果の CD 化のノリがこれっていうわけではなく、高校生なんですか。うん、高校生のノリが大体こんなんだから。そう。それでいいんだよ。表向き。表向き。表向きの一般論がこれだから。裏向きは何じゃ。裏向きは若干ひどいかなっていうぐらいだし。そうそう。現代の高校生はこんな感じなのか、ハイテンションだな、なんかね、かっこ笑う、ね、うん、苦笑う、すっごいハイテンション。すっごいハイテンションだな、ね、でもって、あの熱されやすく冷めやすすぎるから、うん、あー、冷めるのすごい早いよね。すごい早い。実際今ね、お腹空いて喉乾いて大変なことになってるから、ね、こらー。ごめんね、ごめんね、すごいお腹空いてる。おい、マキちゃんと同じ状況。もうちょい頑張って2人とも。プラスで所持金が60円しかないから何も買えないんだ。大丈夫、私は1万円くらいある。よっしゃ、なしでだ。私も1万円ぐらいあるが、この後全部使うんだ。え、何に使う？ね、IT パスポートの申し込み料金、はい、自転車直しに行く。はい。ん？以上。ライトが壊れたから直しに行く。ライトは、あ、そうだ、ついてなかったら。どんまい？どんまい？どんまい？ライトだったら普通に直せると思うよ、自力で。すごいちっちゃい声で、どんまいっちゃちゃちゃっていうの聞こえた。ウーロンちゃんね。ウーロンちゃん。私、ウーロン茶より水が好きだな。玄米茶でしょ。なんでみんなで無能量の話し始めた。うちんちゃだろ。うちんちゃ飲めない。うちんちゃだろ、そこは。うちんちゃ美味しいぞ、この野郎。やっぱ三味茶だろ。なんちゅう話してんだ。そけみ茶がいいです。おめそこやほうじ茶だろ、ほうじ茶。え、お前あれ今一瞬ジュースの名前が飛び出した。何が出たんだ。三つ野菜だ、うまいぞ。三つ野菜だが出てきたんです。三つ野菜だ飲むんだったらドクターペッパー飲みなさい。ドクターだんだん炭酸の話になっていく。
お前あれだろ、あのお茶のティーバッグ三ツ矢サイで割るんだろ。やめろ。どういうこと。やめろ。そこまではしない。やめろ。やめろ。やめろ。そこまではしない。炭酸炭酸水にあのお茶のティーバッグ突っ込む。美味しそう。え、待って待って、味考えて、味を、三ツ矢サイダー甘いんじゃないの。まず炭酸水自体に味がないの買ってきて、そこにお茶のティーバッグ突っ込めば、炭酸水の時点で味が若干ついてるのよ。でも私炭酸水飲めないから、どの道無理だね。なんか、炭酸で思い出したのが、家の冷蔵庫になぜか麦ソーダがあったっていうのを思い出した。美味しくなさそう。一回だけ、一回だけ飲まされたけど、あれは私の舌には合わなかったっていう結論が。それはどういう味だったんだい。麦茶をソーダで割った感じなんだ。そんな感じです。なるほど、俺がやったやつか。やめたよ。じゃあそんな感じです。あ、やってたね。あのなんかね、炭酸水があって、はい、麦茶あって、はい、なあ炭酸飲みたいけどこれ味つかないかな、あ混ぜちゃえばいいのかって言って、はい、飲んだけど、うん、いけるんじゃないかなってやつできたよ。うわすげえ。その後私が飲んで、あこれいけるわかってちょっと飲んでた。うわおうわー、なんかすごい人たちがここにいるってか挟まれてる。大丈夫、オセロだね、染まれるね。うわー、あのペプシとはい、マウンテンリューをいい感じに混ぜると、はい、うまいよ。ちょっと炭酸強いけど、うわ美味しかった。甘そう。甘くはないんだよ。甘くはなかった。あの炭酸の刺激で。あ甘くはないんだよ。炭酸の刺激が強すぎたと。あのね、強い。あら弾けます。弾ける。もともとの炭酸なのかなと思ったらね、累乗になったよ。累乗。大丈夫じゃん。眠い。眠いこのまま眠いを連呼するだけのようなら、あのまきちゃんコロコロマイク切っちゃっていいからね。やめろやめろやめろ、やめろ、上げてやめるんだ。逆にどんどん上げてくよ俺。もうお前らの耳がどっかするぞ。いやー私ヘッドホンつけてないから。あどうせ俺ヘッドホン外すから。あだんだん外していくと思いますよ。さあみんなしてヘッドホン外していくの。スッってやるから。スッってやって、で今何流れてんのっていうのを言い出すっていう。何流れてんだろう、待って俺も分かんない。あそういえば中間曲挟むんだっけ。これ挟むの。なんか流したい言ってなかった。いや流そうかなっては考えてたやつがあるよ。なんで。じゃあ何。え何って。なんです。なんです。ちょっと待ってね。はい、探すから。あったあった。にしても今日なんか着てくるやつを間違えて、すっごい分厚い長袖着てきたっていう。外暑いよね今日。なんかね、重視松みたいな感じになってるっていう。袖が重視松。袖が細松さん。袖が完全に重視松。細松さんより細松くんの方が好きな私です。あ細松くん、どっちも見てない。同じく。どちらも見てない。意外に面白いおそ松くん。最近やっとおそ松さんをすべて見たと思う。おそ松くんはゲスかった。うん、ゲスいです。あれはおそ松さんは別にそうでもなかった。そんなことよりガッシュベルみたい。ガッシュベル。どこから出てきたガッシュベル。なんで今噛みそうになったんだろう。あそんなことより俺ディバゲ見たいんじゃ。わしもディバゲ見たいんじゃ。なんでみんなディバゲの話になんじゃ。ディバゲ遊びたんじゃ。ディバゲ見たい。ディバゲ遊びたんじゃ。はい、中間曲挟みたいです。はーい。しかもこれ4分きっかりの曲です。はーい。あと2分ぐらい話さんといけんね。せやね。2分ないけど1、2分かな。そうですね、多分。たんたんチャラーン。だったとりあえず放送事故にならないようにしないとね。そうだね。あの、うん、ね、この番組は前科があるから、うん、前科ね。前科の話じゃないからね。前科どういうことだ。え何です。前科君いなかったっけ。いたじゃんお前。えあれいた、ね、私はいなかったっすよね。うん、多分いないっすよね。あなたはいなかった、うん、覚えてない。あったっけ。あった。曲流したらね、ダベりましょうや。そんな感じせいですな。ね、まあまあいいか、ね、はい、まだまだですね、4分までには。はいですね、ツイキャス、コメント来てます。あ、マジで？はい。中野町の和樹さんからです。はい、洗濯物干しながら聞きます。だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。洗濯物干しながら。洗濯物干しながらか。干しながら。靴下がいい感じに今日は乾きそうだぞ。そうだね。靴下。じゃあ、上着が乾きそうだなっていうのを言っとく。上着はね、今日多分ちょっと難しいんじゃないかな。ね、上着難しいですかね。一応風は冷たいけどね。風ちょっと強いんだけど。ツイキャスが終わったので、
更新したいと思います。はい。お願いします。お願いします。はい。はい、ただいま。更新しました。ただいま。おかえり。ツイキャス一回聞いただけなのにただいまって言い出す。あのみんあの視聴者からおかえりってコメントが来るのかな、ね、っていう、ね、はい、ね、7、6では曲名を、はい、これはね刀語りのオープニング拍手喝采歌合わせです。お、はい、お願いします。はい、プーン、プーン、誰かがピチュった。おい、お前やめろ。ヘイデイ、じゃあ次これ出さないとね。です ね、 あ、やります。よし、じゃあ私もまだだよ、まだだよ、始まってからだよ。うん、それでいいんだよ。どこせ、うん、どこせ、何どこせ、どうも耳が
前耳が食ってんのか今。耳が耳がつけてるんだよ。あ、耳がつけてるのか。耳がつけてるんだよ。あ、耳がつけてるのか。なるほど、食べてるんじゃん。食べつけてるの。あ、コリコリ感がダメだった。すごいなまりか。マジか。マジか。あのコリコリ感ダメだったか。なるほど。ごめん、私も耳が嫌い。ああ、同じく嫌い。ごまを結構かけたら。うん、あるある。ごまめにしないとなかなか食い切れなかった。うん、それでも無理。あの軟骨が食べれない。お前ら苦手だけマシじゃね。俺犬用のビーフジャーキー美味しそうって顔したからそれは一回だけある。あ、そういえばさ、猫缶美味しいらしいよ。前に5つ上ぐらいの人たちが一緒に遊んでたわけ、うん、猫缶買ってきてから食ってた。嘘やん。あのね、猫はね舌が肥えてるからね、うん、美味しいの食ってるよ、うん、だって人間のも食ってるじゃん。だから、うん、あのうちのとっつぁんが台所に行くとうちのにゃんこたちは一斉に台所に行くか刺身もらいたい。食いもんよこせ食いもんよこせ食いもんよこせおいしいもんよこせってよこせ。それならまだいい。刺身よこせで刺身よこせでえ、そろそろだ。全力で略奪しに行ってる。なるほど、刺身をよこせか。なら醤油をつけて、わさびもつけて渡してやろう。ダメダメ、激物は。5、4、3、2、1。はい、始まりました。おじいちゃん。おじいちゃんどうした？未来空間ステーション後半戦でございます。ヒップヒップでやめようか。というわけでね、はい、ツイキャスのメールワードを読んでいきたいと思います。では私が言いましょう。久しぶりの。はい、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。よしよしツイキャスの方よろしくお願いしますということで、我慢できなかった。いや1ヶ月ぶりに行った。はい、はい、というわけでね、ツイキャスからコメントが来ております。はい、はい、さっきいますちょっと怪しい人から大丈夫公認って書いてあります。はい、いや違う公認じゃない、あれ非公認です。非公認だ。非公認だ。はい、見たいと思います。初見です。初見さんいらっしゃい。いらっしゃい。ギノワン氏、非公認キャラクターのサッキーマウスです。ギノワン氏は選挙期間中です。当選した市長さんに公認してもらえるように交渉する予定です。とのことです。はい。頑張ってください。頑張ってください。ちょっとあの、名前がちょっと怪しい。怪しいけど、大丈夫だと思いますよ、多分。あの、とあるところから消されないよう頑張ってください。頑張ってください。その、とあるところがものすごく厳しいからね。厳しいね。ですね。あの、ただ丸全力で潰してくるからね。丸3つを描いて組み合わせてそれっぽくなった瞬間でバンされるから。あーバーンってからな。はい、ダメ。その瞬間でバンされたら困るもんね。ね、はい、あと1人そしてもう1人からコメントが入ってます。バーテンダー、はい、バーテンダー中里さんからです。で、元気か後輩たちよ、笑らしです。はい、元気でーす。元気でーす。どうだろう、はい、今日もハイテンションでやっていきたいと思ってます。てか、やってきてます。やってきてます。はい、そら元気です。やっております。さっき会った人だね。そうだね、ってことはですね。うん、さっき会った、あなたは会っていない人です。あ、そっか、そう、君だけ会ってないんだよ。キラキラー、よかったね。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 次会えるのを楽しみにしてたらいいよ。いいよですね、うん、お、ね、さっきマウスさんからです。はい、気をつけます、ご忠告ありがとうございます、だそうです。はーい、はーい、CD 化だから ね、デザインするにあたってね、著作権とかうんぬんかんぬんの表記がない場合は怖すぎて使うに使えないという謎の職業病。職業的な何かがね発動しちゃうから、これは。なるほど、しょうがない、うん、しょうがない、しょうがない。はい、続いてバーテンダー中里さんからコメントがまた入っています。はい、先ほど名刺を渡したやつですよということで。はい、ですね、私は知らない。青さんはちょうどね、はい、ね、この中里さんが出てった直後に入れ違いで入ってきましたね。入ってきましたね。残念残念無念ブギャーなんだよ、弟が言ったやつ思い出したんだけど、途中なんだっけ、残念無念また来週っていうのを弟がなんか言ってたなっていうのを思い出した。ちゃっかりと懐かしいネタが放り込まれた気がした。そうね、今の聞いた瞬間、二人ともはたきたくなった。はたきたくなった。プラー、まあ、私はプギャーってやってたからね。思いっきりはたきたくなった。プラー。プラー。
しろしろ、その顔はツイキャスで再生されてるよ。わかった。あ、すいません。わかった、二人とも炭酸水にわさび突っ込んで混ぜてから伸ばしてやるよ。大丈夫、パーイってするから。縛って口に入れる。なんだ、うん、俺を縛れると思うなよ。逆に縛ってやろう。お前、縛ってやるよ。大丈夫。縛ってやるよ。大丈夫、急所を狙うから。やめてあげて。さっきマウスさんからコメント来てます。迷惑かけるといけないので退散します。いや、退散しなくてもいいですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、全然。全然ここは大丈夫。大丈夫、うん、もうグダッとやって、いろいろ、いろいろと、ね、いろいろとグダッとやってグダッて帰っていくので。そうそうそう。グダッて帰っていくあれ、ね、誰が先に出るかっていうことをね、あの、ね、決めないから。ね、あの、だいたい前、ね、あの入り口手前ぐらいでちょっと固まるのよ。誰も先に出そうかなってデュエルするんだろ。なるほど、怖い。あそこでデュエルが勃発したら大変なことになるから、ね、やめなさい。戦闘やめなさい。お前フルアーマー出てくるぞ。ダメ。怖い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 。やめて、怖い怖い。え、ファントムナイツ？バカ野郎。確かにあれ FA だけども。専門用語で会話をしないでいただけって。専門用語ではない。専門用語ではない。専門用語ではない。ツイキャスよりコメントが来ております。バテラ中里さんより、皆さん声がよろしいですね。あとメガネ率高し、わら。あお、かわいい。わーい。そうなんですか。ゲストさん以外全員メガネなんですよね。うん、今そうなんですか。青さんは今コンタクトつけてたね。たまに髪やってるよね。たまにじゃない、たまにコンタクトよ。逆だよ。あ、逆か。逆だよ。逆だよ。たまにメガネって逆じゃないよ。あ、外してる。あー、あれだね、頭の上にメガネ的な、メガネ、メガネ的な、メガネ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 してるんじゃない、メガネ、メガネしてるんじゃない、メガネ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 、はい、この様子は後々こ、更新されるね、YouTube の方でご覧ください。一つ言っていい？はい、あの、もうすでにね、あの、しおんさんの顔が見えない。あー、終わってる。どうなんだろう、私外したら何もかも覚えけるんだけど。どうにか大丈夫、すべてぼやけるよ、私は。うん、すべて見えない。手前のマイクでしらぼやけるよ。体さんまでは見えるから。手前のこの髪型見えない。あら、ありがとう。やばい。はい、メガネがつけきれなくなった。そして外すという話。もういいです。はい、外します。はい、はい、さて残り13分です。13分です。何を話しましょう。曇ってきた。あ、一緒、涼しくなる。曇ってきた。家に帰りたいな。嘘だ。嘘なのか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 。はい。さっきマウスさんよりコメントが来ております。はい、私は老眼入りました。老眼ですか。老眼ですって。意外にきついですな。きついですね。およし、わかった。一回外せばいいんだ。そりゃそうだよ。なんかその発想がなかった。そうだよ。はい。老眼はきついですね。続いてバーテンダー中里さんからコメントが入ってます。では先輩は車の洗車に参ります。ずっと応援してますよ、頑張って、ということで、はい、ありがとうございます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。知らない人よ。先輩ですからね。あの、先輩なんだ。未来効果になった時の第一期生よ。そうですよ、あのうちらの制服を作った人たち。作った人。作ったって決めた人たち。決めた人たちだ。決めた人たちの世代。はい。要は生徒会のあれで先生方を押し倒して。押し倒す。押し倒す。押し倒す。いや、あの先生方の方針を押しまかして、要は今の制服になってるわけだけど。もともとどんな制服だったんでしょうね。じゃあ未来効果になったのっていつ頃だっけ？何年前だっけ？うちのおじさんの世代がそうだっつってました。うちのおじもそうです。お亡くなりになりましょう。怖い。怖い。うわ。あ、そうだ。うちはな。ちなみに昨日のかまぼこは白ですか？ふわ。どういう振りなんだろうこれは。わかんないよ。ごめん。かまぼこ。何だろう、何の振りなんだろう。青、分からない振りはよして。あの昨日四十九日だったんでしょ、だからかまぼこの色聞いたわけよ。あ、かまぼこ食ってない。おお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 お魚の天ぷらしか食えない。魚の天ぷら。あとはなんかうちの大嫌いな昆布とか。昆布美味しいのに。
あのトラウマがあって昆布海藻類全部嫌いあの無理だってもしかしてなんか入ってたおへってなっておへってなっちゃったんだなるほどよしならばあの、ね、黒く染めた糸こんにゃくをひじきと称して怖えあそうだ白が固まったツイキャスコメント聞いてますはいはいさっきーまーさんからですえわかるんですかってのと続けてさっきーまーさんから白色ですねっていうのが来ましたこのコメント時代に一体あの何に反応すればいいんでしょう白色って何ですわかんない白色知識がたくさんあるなるほど、ね、え何このあの老眼結構辛いって話かなそういう感じ多分その辺で入ってきてました老眼に近いことなってるからね私はうんお前の場合はね老眼近いだろお前、うん俺の場合はあの極度の視力低下になってるから今えそうなんですか私は生まれつきの視力です金星乱視だからあ微妙なんだよ金星乱視金視性乱視、うん、ほう私も近いものも遠いものも見えないのかって話何言ってる俺近視遠視と乱視だぞおいうおうわお近視と遠視と乱視弱視だぞおい要は何も見えないダメだ、うん、メガネないと見れないメガネそのねメガネもねかなり特注だよね、うん特注コンタクトも特注、うん、そうなんですかしないと見えないでしょ右だけ右だけ右だけ注意右だけ右だけ左が普通左は普通にメガネ屋さん行ったら作れるあ右のはね右のはあの視力が左と離れすぎてて作れないのか面白いことにここでは作れないって言われて特注だから右だけ特注さっきまんさんよりコメントが来ておりますはい、はい、お利口さんってことですこれ白色のことですねはい要はお利口さんってことですねなるほど、はい続きましてさっきまんさんより私は心筋梗塞もやりましたファー死にかけてますな大丈夫ですか大丈夫です大丈夫ですかよかったですね生きてておい軽いの軽いのマキちゃん、はい、軽いからやめろえ実際こんなテンションだから今うん知ってるからねいつものテンションだと軽く感じるマキちゃん何今あのテンションがだだ下がり中なんでなんで下がってんですか眠いお腹すいた喉渇いた眠い頑張れどんどん重症になってきてる後でコンビニ行こうかお金ないって言ってる人にコンビニ行こうかなんていやだから私がおごるんだよいや大丈夫家帰ったら多分シチューがまだ残ってるよしシチュー食う食べに行く気満々おーぶねー こいつはひどいさっきまおさんかでーす間違いです禁止の間違いです怖い間違いだとしたこの人怖いよ心筋梗塞と禁止を間違えたえ待ってあの予測で違うもの予測変換で心筋梗塞が出てくるのってことはいやあの確かにさ禁止って入ってるけども心筋梗塞の中に禁止って入ってるけどもこんな間違いはあれかなあの禁止ってあの禁止って言うととして心筋って言っちゃったのかな、うん、ああ納得あのフリック勢なら納得できるキーボード勢は絶対納得しない離れてるからまずですねしとしと、うん、確かにねうんにゃうんにゃ猫が来たにゃにゃそっか禁止か禁止はね近いものが見えづらくなるんですよねうん乱視は遠いのが見えづらくなるんですよね乱視が来ておりますはいネタじゃないからね絶対にはいよかったです心筋梗塞になってなくて本当に心筋梗塞じゃなくて本当によかったネタだったらうおいってなってたからうおいってネタだったら俺が叩かれるからやめてくださいお前が叩かれるのかあれ結局また俺が叩かれるからなんでお前なんだいやわかんないなんでねえパーソナリティだからあー納得納得納得みんなで納得本人以外みんな納得しちゃってる本人が一番納得してない納得する前に考えることやめたよ今なんで考えて頑張っていいんだよそれねいいんだようわシュワーシュワー待って蒸発しないでさっきマウスさんからコメント来てます納豆食いたいです納豆か唐突に納豆嫌いです納豆小粒が結構好きだな値段的にも量的にも引きが好きだ小粒の引きかわいいな最近まで引き割り食べてたけど引き割りがダメだった引き割り大好き引き割り美味しいよね美味しいです小粒
最近小粒食ってるけど、あの小粒はね飯と混ぜるときに、ね、混ざりがいいんだ。混ぜんのか、混ぜたら食べれない。混ぜるのか。はい、さっきマウさんに訂正がありました。間違えました。納得しました。そうです。確かに。これさ、ネタだと思うんだ。いや、これね、実際やってるとね、あると思うよ。なんで納得食いたいですか。いや、納得でしょ。あ、納得って言った時点でこれが出てきて、まあそれはあり得るな。はい、というわけで今週の未来国家ステーションもそろそろエンディングに近づいてまいりました。近づいてきましたね。はい、はい、もうナイスだな。さっきマウスさんナイスですよ。ナイスですよ。すごいネタのないこの番組にネタをくれるという。みんなが分かるネタがないところでっていうことね。しかもそれを素でやってるんでしょ、この人。どんな天然さんですよね。すごい面白いです。ありがとうございます。多分打ち間違いということで納得しましょう。はい。というわけで、ね、そうね、エンディングに行きましょうか。しおんちゃん大丈夫。はい、エンディングに入りました。メイコカステーションのエンディング恒例感想タイムです。イエーイ。はい、これだったんだね。そうだよ、これですよ。これだけは毎週やってるよ。説明するの忘れてたけど、あのメイコカステーションの恒例としね、これ行事、エンディング大体5分ぐらい前にはもうすでにエンディング入るっていう。すごいっすよね。そうじゃないとぐだる。今みたいに、いや、ある意味これが一緒のコーナーになりつつあるよね。感想タイムだけ。感想タイムだけ、ね、はい、というわけで私から、はい、今回はですね、意外に俺の記憶力が半端なく悪いということがありました。特に休みの日だからかな。まあ意外に楽しくやれたんでいいんじゃないかな。はいはい、今日か、今日は、うん、いろいろごめんしよ、あ、カノタ。名前間違えないでほしいです。自分の名前言ったでしょ、今。まあ、いろいろ間違えてごめん。はい。はい。大丈夫？落ち着け、落ち着け。大丈夫？大丈夫です。はい。パスします。ね、私今回、ラジオ来たの、1ヶ月くらいだよね。わかんないよ俺。久しぶりだよね。久しぶりすぎてちょっとあれなんだけど、俺全然回の曲なんじゃないからね。私も知らないよ、先週来たばっかだし。、うん、先週来て1ヶ月前に来たっていうのをいじられてましたもんね。1ヶ月前じゃねえ、3ヶ月ぐらい前だ。そうだ。そうだった、ね、うん、某のあれだね、部活でいろいろ忙しくて。ね、まあね、うん、今回久しぶりすぎてサッキーマウスさんのここで納得食いたいですがちょっと積もってしまって無口しそうだった。納豆久々に食いたくなったわ。ありがとうサッキーマウスさん。ありがとうございます。俺に納豆をよく沸かせてくれて、青さん、はい、今日はねお腹の底からから元気でしたよ。はい、よかったですね。元気なの、いつものことなんだけどね。お腹の底からから元気でしたよ。そこから元気じゃない、から元気。はいはい、今日から元気、今日から元気。お腹空きすぎてね。何もないっす、はい。お腹空きすぎてね。今日はお腹の中からから元気でした。いやもうわかんない。何回言うんですか。3回目よ、正確に。3回目。ちょ、ここ重要だからね。もう4回目だよ、はい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 。お腹がからだから、お腹の中からから元気してよ。時間が、時間が。早う。早う。すいません。はい、今週楽しかったよ、楽しかったよ、うん、楽しかった。はい。はい、もう、ね、しおんさんにね、いきなり呼び出されて。キャハー。キャハーじゃねえよ、キャハーじゃないよ。困ったもんだ。はい、今もっと練習するわ。いや、まずはあなた文章力つけようよ。そうだね。文章力つけよう。そうだね。もういきなりすぎて怖かった。怖い、ね。いきなりの呼び出しな。しおんちゃん、説明はしようよ。めっちゃしおん頑張って。かなた応援してるから。おおおおお。はい、まあ。ありがとうございました。すごい楽しかったです。はい、はい、そう言ってもらえるとね、意外とね楽しいところだった。楽しいよね、燃えるよ、毎回下ってるから、ね、そう今週は比較的ね話がしっかりしてたね。しっかりと路線変更してたからね。路線変更ねちゃんとしてましたね。あー、確かにしてたね。さっきマーサーよりコメントが来ております。はい、ネタじゃないですからね絶対に。これネタじゃないです。
重要だった重要でした。いやー、激甚した今日は。来週も使えそうだね、これ。ですね。来週は使わないんじゃないかな。来週使わない。なるほど。じゃあ、あの、お茶だけでも。お茶、ほんとだ。さきまさんからお茶。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 あとでお茶いただきます。お茶が一切来てないので分かんないですね。なるほど。ここには来てますよ、お茶って。お茶。かっこお茶って。かっこお茶。かっこお茶。かっこお茶。あとでカットじゃないもん、カットっちゃもん。カットちゃって、まあ、この未来国家ステーションは毎週土曜日の午後2時から午後3時までの放送になっております。はい、はい、というわけで今回の未来国家ステーションは私マキとえシロンとシロと青とラナとカナと、はい、ゲストさんも含め、計6人でお送りしました。じゃあ、はい、ね、はい、また来週もね、誰か来るといいな。来るといいね。来るといいね。来るといいな。いいな。ということを、ね、願いつつ、はい、終わりたいと思います。はい。じゃあ、また来週もね、楽しんでってください。はい。それじゃあ、バイバーイ。バイバーイ。